前回の動画では新しい文法、現在進行形っていうのを勉強しました。B 動詞と動詞にイングをつけた形。これで今何々しているところですと、ちょうど今やっていることを表すのよね。I am studying math やったら、私今数学勉強してるんだよと、ちょうど今やってるんだよという意味になったんです。そしたら、まあさっきの動画でも出てきたんやけど、 例えばこの take の時ただイングをつけるんじゃなくてこの take では e の部分を取ってあげてイングをつけるこうなりました taking こよういうふになったんやねこれも s のつけ方の時と同じようにイングも少し変わったつけ方をすることがあるのでそれをこの動画では紹介していきたいなと思いますそしてちょっと現在進行形にも慣れてもらうために イングの付け方と例文をセットで見ていくことにしましょう。順番にやっていきます。まず普通は S の時と同じで、普通ほとんどの動詞にはそのままイングをつけてあげてください。ここにある単語を使って例文を作ってみたいと思います。この人、スティーブさんやったでしょうか。スティーブさんはギターを弾きます。弾いていますという現在進行形の文を作ってみましょう。 スティーブこれが主語やね。そして動詞の部分を B 動詞とえっと動詞にイングをつけた形。スティーブイズで動詞はプレイです。このプレイはそのまんまイングつけたらいいので、スティーブイズプレイイングザギターになります。これでスティーブはギターを弾いていますという意味になります。 そしたら次、このこの先生、サラと言います。サラは teach English。英語を教えているところです。また文を作ってみましょう。teach はそのままイングつけたらいいので、サラ is、これもまた B 動詞 is s ね。サラ is teaching English。これでサラは英語を教えているところです。という現在進行形の文になります。 オッケーね。普通の時は今やったように、ただそのまんまイングつけてくれたらオッケーです。つけてくれたらオッケーです。そしたら次。ここから変わったパターンになります。これはさっき話したんやけど、動詞の最後が E で終わる単語は E を取ってイングつけてください。まあつまり、ここに出てきているのは Make。作るって意味の単語やね。えそして Come。ちょっとこれが順番逆になっちゃったけど、Come は くるとって意味の単語です。このよういう単語は最後に E がついているので、この E を取ってイングをつけましょう。練習です。そしたら、私たち、We make a cake。私たちはケーキを作っているところです。やってみたいと思います。主語が We なので B 動詞は、あね、複数なのであです。We are making. そして E を取ってイング。We are making a cake. これで私たちはケーキを作っているところです。作っていますという意味になります。大丈夫 ?E を取って、イングレス。そしたら今度、ちょっと難しいかもしれません。電車がこっちに来ているんやね。なので、電車が来ているところです。The train、電車っていう単語を使って、これを主語にしてやってみましょう。The train が主語やったら B 動詞はアムじゃないよね、アイやから。 で、あは複数の時きやから、これは is です。The train is coming. こうなります。電車が来てますよ。という意味です。こういうふうに、make とかカム。最後が E の単語の時は、E を取って ING。E を取って ING。こういうふうにするようにしてください。そして最後、3つ目。なんか消えています。これね、何で消したかというと、読んでみようか。 単母音たすーン児の場合は最後のシーンを重ねてからイングをつける難しいよね単インとかまあシーン児は母音以外のスペルっていうので分かっても難しいですなのでこれはこういうイングの付け方をする単語もう二つだけ覚えてくれたらオケーです一つはスイム前も出てきました泳ぐという意味の単語もう一つはランランニングっていうね走るっていう意味の単語 この時はどうなるかというともうき書いちゃうで最後のお尻の M を2つにしてイングをつけてくださいスイミングこうなりますそしてランの方も最後の N を2つつけてこうしてください n n i n g これで OK ですあとは文を作ってみましょうまず上の文のトムですこの人トムさんですトムは泳いでいます 現在進行形にすると、トム・ i m ス i n ミング。そしてここは今言った通り、M を重ねて、ING です。トム・ s ズ・スウ m ミング。トムは泳いでいます。そして下の、お父さんやったでしょうか。私のお父さんは、行ってます。せっかくなので、公園でというのもつけてあげましょう。My father. My father is そして、ランニングは N を2つにして、イン、つけてあげる。My father is running, 公園では in the the park。これで OK です。私のお父さんは公園で走っています。とこうなります。S をつけるときに比べたらそんなに難しくないかもしれません。 1つは変わったルールの1つ目は最後が E の時は E を取って ING にしましょうとそしてもう1つのルールはちょっとややこしいので s w ム m と RUN の時は最後の M とか N を重ねて ING をつけるようにしてくださいそしてちょっとこれで ING のつけ方は終わりやねんけど実は最後に 現在進行形をあまり使わない動詞これも合わせて紹介しておきたいなと思いますどういうことかというと代表的なものとしては have 持っているとか leave 住んでいるという動詞ですどういうことかというとこの文でちょっとやってみましょう I have a lot of books I have a lot of books これはどういう意味かて言うと a lot of これはたくさんのという意味です many と一緒の意味です 私はたくさんの本を持っています。で、これを今、私、たくさんの本を持っているんやっていうので、I am having にするかっていうと、これは普通しません。なんでかっていうと、もう持っているっていうのが状態を表しているので、なんかそれをさらに進行形にしちゃうと、進行形って何何しているところですよね。持っているしているところですみたいになって、 意味が重なっちゃうのね。なので、こういうふうに何々しているとかっていう状態を表している。もうその単語だけで状態を表すことができている動詞っていうのは進行形にはあまりしないんです。なので、今本たくさん持っているよ。本たくさん持ってますっていう時は I have a lot of books。これだけで OK です。それと同じように住んでいる。 これも住んでいるという状態が含まれている動詞なので、これもあまり進行形にはしません。I live in Sydney. 私はシドニーに住んでいます。今住んでるんやけど、これをわざわざ I am living in Sydney とはしませんよと。これもちょっとおかしいですよと。なので、こういう状態を表す動詞では、現在進行形をあまり使わないということも覚えておくようにしましょう。